はい、どうも、てるでーす。はい、今回ね、このスバの劇場版見てきました。はい。この素晴らしい世界に祝福を、紅伝説、ということでね。はい。いやー、このスバが劇場でやるのかと、はい。最初どうなることかと思ったんですけどね。いやー、いい意味でね、疲れましたね。うん。このスバ、この映画がね、内容的には90分ぐらいかな。90分前後だったと思うんですけど、まあ、その、やっぱアニメって20数分じゃないですか。このスバのテンションをこの90分間見続けるとめちゃくちゃ疲れますね。はい。すっごく笑い疲れました。うん。いや、もう2019年一番面白いというか、一番笑える映画だったんじゃないかなと。はい。個人的には思います。はい。今回、まあ、このスバアニメ、テレビ版がね、1期2期とやってきたんですけど、内容的には1期が1、2巻、2期が3、4巻かな。で、今回、紅伝説は原作5巻あたりですね。うん。ユンユンのね、まあ、実家というか、その、コウマ族のね、里に行くっていう話なんですけど、まあ、そこを、アニメ化したということで、ちょっと個人的にはね、すごい久しぶり感あってね、ああ、これやってたなっていうのをね、すごい思い出しました。うん。でも原作読んでいてもめちゃくちゃ楽しめます。はい。ものすごい新鮮です。うん。プラスアルファ的に、結構違うんですよね。はい。終始ギャグなんですけど、やっぱ劇場版っていうことでね、見せ場的なのいっぱい作りたいんですよね。戦闘シーンなんかも結構ありました。うん。で、やっぱり原作以上に戦闘もすごい力入っていて、特に最後ら辺なんかも全然違った感じでしたね。うん。やっぱね、エクスプロージョンをね、劇場の大スクリーンで見るとめちゃくちゃいいですね。はい。すごい痺れます。で、今回この劇場やるっていうことで、アニメのね、制作会社が変わったんですよね、テレビ版から。うん。スタジオ Dean だったんですけど、JC スタッフに変わったということで。最初はね、編はね、キービジュアルとか公開された時は、ちょっと違うわね、みたいな、いろいろあったんですけど、全然問題ないです。はい。テレビ版を完全にグレードアップさせた状態が、今回の劇場版となっております。はい。なんかね、変なぐちゃぐちゃってした顔ね、よく動く顔、あのまま劇場版で綺麗になってね、うん、なおかつすごく動く、うん、純粋パワーアップバージョンみたいな感じでしたね。はい。ですので、まあテレビ版見た方でちょっとね、劇場アニメ、ね、今回のこの図見ようか迷ってるよっていう方いましたら、何一つ心配いらないです。もう本当面白いこのスバそのまんまの映画、超大ボリューム90分、超大迫力っていうところですので、ものすごい絶賛です。はい。ということで。で、今回はね、めぐみんのね、一族のお話ということで、まあ、一族みんなおかしいんですよね。はい。みんな中二病みたいな感じで、我が名はなんとか、コウマ族最強のなんちゃらであるみたいな、そういうね、口上を毎回、言うんですよね。そんな奴らがたくさん出てくるので、毎回ね、キャラが出てくるためにすごい面白いんですよね。で、まあ、他のキャラどうかと。うん。まあ、アクアも、ダクネスも、うん、他のウィズとかもね、もうみんな出てきます。はい。で、みんな、可愛らしいし、面白いし、まあ、本当ね、どのキャラも欠かせないんですよね、この物語は。カズマさんがいるから、この物語閉まるんですよ。アクアが、パートナーでいるから、ギャグのバランスが取れるんですよね。うん。もう誰もね、その影が薄いキャラはいなかったと思います。はい。でも、めぐみは、より一層、出番とかもすごい多かったです。やっぱ、めぐみの話なのでね。うん。ということで、まあ、今回のね、この素晴らしい世界の祝福を、紅伝説、劇場版だったんですけど、満足。もう大満足でした。うん。これは、原作読んでいても、それ以上な面白さがありますし、アニメ好きだけど、ちょっとこのスバ映画見ようか迷ってるって人いたら、アニメが好きだったら絶対に見た方がいいです。はい。面白いこのスバをさらにパワーアップさせたのが今回の劇場版なので、いや、とにかく面白かったですね。まあ、2019年一番笑える映画だったんじゃないのかなと。うん。まあ、
まだまだね、2019年あるんですけど、多分これじゃないです。はい。まずないです。と言えるかなと思いました。はい。というところで、今回は、劇場版、この素晴らしい世界に祝福をくれない伝説を、見てきての、感想でした。ということです。さよなら。